縄跳びの結び方を練習してみましょう。縄の持つところと持つところを合わせます。そしてその下のところをぎゅっと握りましょう。縄を揃えてスーッと伸ばしたら、ここに一緒に握ります。親指と人差し指だけ残して3本開きます。この縄をぐるっとここに巻きつけてぎゅっと握ります。ここに穴があり開きますから、向こうから自分の方です。向こうから自分の方に出してください。これを引っ張って3本指を抜くと、はい、これで縄が結べました。ギュッと結ぶと縄に肩がついてしまいますから、優しく結んでください。ほどくときはこの輪っかを持って外すと縄が絡まりません。慣れてきたら素早く結べるようになりますよ。さあ、結んだ縄ですが、ついついこんなことしたくなりますよね。それに縄を持っていたらいろんなことができません。縄からちょっと手を離したいとき、さっきから気になってません？これです。縄の端をここの輪っかに入れているだけなんです。ちょっとやってみます。先ほどと同じように持って、これを背中にかけて輪っかの中に持ち手を2本通します。さあ、これでもう両手が空きました。このままジョギングしていって、そして縄跳びを始めるなんてこともできます。そこでパフォーマンスをパッと決めるとかっこいいですね。縄を上手に結んで練習に励んでくださいね。